Every game on this list deserves the top spot, but only one can truly take it. So without further ado, it's time to count down the top five and crown the Golden Joystick Awards Ultimate Game of the Year for 2022. At number five, it's Return to Monkey Island. At number four, it's Xenoblade Chronicles 3. At number three, we have Horizon Forbidden West. And at number two, it's God of War Ragnarok. But the winner of Ultimate Game of the Year 2022 is Elden Ring. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. この度はアルティメットゲームオブジアということで最高の栄誉をいただきまして本当にありがとうございます。まずはですね、このゲームをプレイしてそして支持してくださった多くのユーザーさんに特別の感謝を伝えたいです。我々がゲームを作る意思であったりあるいはゲームを作るための素晴らしい状況であったりといったものは、全てユーザーさんに支えられているものだと思ってまして何度感謝を伝えても足りないと思います。本当にありがとうございます。そしてですね、本作エルデンリングに関しては素晴らしい詩を執筆してくださったジョージ・R・マーティン氏にも特別の感謝を伝えたいです。彼の詩をなくしてエルデンリングは全くありえなかったと思いますし、我々に、素晴らしい刺激を与えてくれて新しい境地を見せてくれたマーティン氏に本当に感謝しています。そしてですね、フロムソフトウェアのエルデンリングのスタッフ、そして、バンダイナムコさんをはじめとするいろいろな会社さん、協力してくださった会社さん、これエルデンリングのチームだと僕は思ってますが、そのエルデンリングのチームと喜びを分かち合いたいと思います。僕は、これ大げさでも何でもなくですね、彼らは今回のエルデンリングのチームには感謝してますし、尊敬もしています。なので、そうした素晴らしいチームのこうした最高の喜びを分かち合えるということに非常に嬉しいと感じております。で、最後になりますけれども、再びユーザーさんへのメッセージということになってしまうんですが、で、この今回のアルティメットゲームズイヤーという最高の評価をいただいたときに言うべきことかどうかというのは、なかなか難しいところがあるんですけれども、我々としてはですね、もっと面白いゲームをこれから作っていこうというふうに思っていますので、ぜひこれからも、ご期待いただければと思います。本日はですね、本当にありがとうございました。